家庭から排出されるゴミの中には未使用の食材やリサイクルできる紙、資源プラなども多く含まれています。今回の知得をいたしては、市が推進している 4R についてご紹介します。今回ご紹介してくださるのは、大分市ごみ減量推進課の後藤啓太さんです。後藤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大分市がごみ減量のために推進している 4R とは何でしょうか？はい、4R とはリフューズ、リデュース、リユース、リサイクル、この4つの頭文字を取ったものです。国や地方自治体の多くは 3R、 リデュース、リユース、リサイクルを推進していますが、大分市では 3R にリフューズを加えた 4R を推進しています。この 4R に取り組むことで、ゴミを少なくし、限りある地球の資源を有効に繰り返し使う社会、いわゆる循環型社会を作っていきます。それではその4つの R について詳しく教えていただけますか？はい、まずリフューズ、発生回避です。ゴミになるものは断ろう、過剰包装は断ろう、マイバッグ、マイ箸、マイボトルを使おう。一例といたしまして、レジ袋を断ることによって1枚約5グラムから7グラムの削減につながります。次にリデュース、これは発生抑制です。ゴミを減らそう、お買い物は計画的にご購入ください。料理は作りすぎず残さず食べよう。一例として生ゴミの一絞りをしていただくことにより、1世帯1日あたり約40グラムの削減につながります。次にリユース、これは再使用という意味です。繰り返し使おう、使い捨てをやめよう、修理できるものは修理して大切に使おう。一例として詰め替え式の容器をご利用になっていただくこと等が挙げられます。次にリサイクル、これは再生利用という意味です。資源に戻そう。最後にゴミとして出すときはしっかり分別していただきます。分ければ資源。一例として新聞やチラシを有価物集団回収等に出していただくことによりまして、新聞、チラシ1日分約180グラムの削減につながります。詳しくは大分市動画チャンネルにドラマ仕立ての 4R 啓発動画を掲載していますので、ぜひご覧ください。なるほど、4つの R よく分かりました。一人一人が生活の中で気をつけることが大切ですね。大分市では 4R どんな取り組みを行っているんでしょうか？はい、まずは3切り運動です。食材は上手に使い切る、使い切り、美味しく残さず食べる、食べきり、生ゴミを出す前にしっかり水切りの3つの切りに取り組む運動です。そして外食の際にぜひ取り組んでほしいのが3010運動です。宴会などの席では特に飲食店等で多くの食べ残しが発生しています。宴会の最初の30分と終わりの10分はみんなで席について料理を食べきりましょう。この3切り運動のうち、使い切り、食べ切りと3010運動は食品ロス削減に大きくつながります。日本国内で廃棄されているいわゆる食品ロスは643万トンと推計されており、令和元年10月には食品ロスの削減の推進に関する法律が施行され、行政、事業者、市民が食品ロス削減の取り組みを進めることになっています。3切り運動、3010運動の推進でゴミ減量、食品ロス削減にご協力をお願いいたします。他にも大分市が取り組んでいることはありますか？はい、それぞれのご家庭で生ゴミを減らしリサイクルに取り組んでもらえるよう、大分市では生ゴミ処理容器の貸し出しなどを行っています。コンポスト容器なら2個まで、ぼかし容器1セットの貸し出しを行っているほか、段ボールコンポストの支給も行っています。また大分エコライフプラザでは毎月第1日曜日に再生家具、自転車の抽選会やフリーマーケット、子どもを対象にしたおもちゃ交換会、かえっこバザールを開催しています。また古着やおもちゃ、絵本のリユースコーナーを設置し、リユースの取り組みの広がりを図っています。他にも使用済み小型家電回収事業を行っています。使用済みの携帯電話やデジタルカメラ等の小型家電には
レアメタル等の貴重な資源が含まれています。再資源化を促進するため、大分市役所本庁舎、各支所等に回収ボックスを設置し、小型家電を回収しています。いろんな取り組みがあるんですね。私も自分の身の回りを見直して、まずはできることから始めたいと思います。そうですね、一人一人が 4R に取り組むことで、ゴミ量の削減、リサイクルの進んだ街を目指しましょう。バトさん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。